クレドムトワブサマズルクレドムトワは南アフリカのシャーマン。1921年に南アフリカナタール州に生まれる。母親は土着宗教、父親はクリスチャンサイエンスの信者であり、近代的医療を禁じていた。実著によれば、ムトワは幼少期に深刻な病気を経験した際に母方の家に保護され、土着のヒーラー。 予言者となれという証明を感じたという。1954年に、ヨハネスブルグの骨董品店に就職し、アフリカの工芸品関係を通じて、ズールー族の歴史や監修、宗教的信念を外部に伝える語り部として、頭角を表した。1964年にウィット・ワウターズランド大学のエース・ブリンクの編集によって、ムトアの話をまとめた、インダバ 私の子供たちが出版される。本の内容はそれ以前のズールー族の民族研究との関連が少なかったが、想像力豊かなムトワの詩や散3文は、正当なズールー族の伝承として受け止められた。1990年代に書かれたムトワの伝記によれば、1963年にズールーの人々から未婚の高貴な樹を意味する偉大なサヌー氏の称号を公式に得たとされる。 公式の背景は不明ながら、ムトワは、後の活動や事業において、意外なサヌーシを肩書きとして使用している。1970年代には、海外からの観光客向けに、ソウエトに建設された、アフリカの文化や宗教を紹介するために再現された、アフリカの村の案内役として採用される。ムトワは、アフリカ村に、風変わりなやしを建てたが、1976年の、 ソエト放棄でアパルトヘイトを助長するものとみなされ、学生たちによって襲撃された。ムトワ派や城の再建を諦めて1978年にソエトから退去した。なお、荒廃し放置されていた施設は2006年にクれど、ムトワ文化村として再建された。ムトワは、ボプタツワのバントゥースタン2983年に開業したロートラモレングダム文化公園で、 ツアナ族やズールー族など南アフリカの諸部族の村を再現した以前よりも規模の大きい観光アトラクションを監督した。しかし、1994年にボプタツアナが南アフリカに再編入されると、ルーカス・マンゴーペ大統領の指示を公言していたムトアは免職となった。ムトアは東ケープ州に移動し、シャンワリキン領区で観光客向けに 工芸品の販売と鑑定、それらにまつわる儀礼を委託された。また、シャンワリ自然保護区に併設されたアフリカ芸術、文化村化や連打場を主催し、自然とアフリカ文化の融合を享受した。最終的に文化村からも退去することになるが、ムトワは活動を通じて自然保護活動家と目されるようになり、1997年にはアウディテラの場所を授与された。 その後も環境保護運動、動物の権利活動など様々な大衆運動に参加した。また、1990年代以降、科学的医学以外の伝統的な治癒者を世界保健機関に承認させる活動を行い、2000年に開かれた第13回国際エイズ会議では、エイズ治療にハーブの使用を促進するように訴えた。こうした活動は、大衆からは嘲笑され、 科学的医学界からは半ば無視されたが、ニューエイジ冷静運動からは注目され、多くの交流が持たれた。ありがとうございます。